サーフェスプロと、プログラミングが、なんで相性がいいのかっていうところを、まあ、現役エンジニアの僕が、解説したいと思います。うわ、停電だ。どうもこんにちは、サーフェスファンチャンネルの高瀬です。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。あとお知らせなんですけども、LINE 公式アカウントですね、作りまして、こちらの方で、購入相談なんかも、受け付けてます。 YouTube にねちょっとコメントで、書きにくいなっていう方でしたら、LINE 公式アカウントの方で、個別でですね購入相談受けたまわってますので、僕でよければ、無料でアドバイスいたします。そして、本日のテーマは、サーフェスプロと、プログラミングが相性のいい7つの理由。僕は普段ですねプログラミングを仕事としていまして、まあ、IT エンジニアとして仕事してるんですけども、エンジニアって言ったらですねやっぱり PC ですよね。 PC がやっぱり仕事道具になっているので、僕はこの仕事道具でもある PC をですね結構こだわってきたんですね。まあ、こだわってくればくるほど、まあ、効率も上がるというか、仕事のね効率がすごい測れるものでありますので、いい PC を常に求め続けていたわけです。で、まあ、何個かですね経てきた結果、やっぱりこの Surface Pro に出会って一番最初に買ったのは Surface Pro 5だったんですけども、それを買ってやっぱりこれが一番いいなと思ったので、今日はですねその Surface Pro とプログラミングがなんで相性がいいのかっていうところを、まあ、現役エンジニアの僕が解説したいと思います。それでは行きましょう。 GO!まずですね、これをちょっとねお伝えしたいんですけども、何をするにしても、最適なフォームがある、ということをねお伝えしたいんですね。プログラミングに至ってもそうなんですけども、例えば、ね、プロ野球選手とか、料理家とか、書道家とか、まあ、いろんなプロの方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、絶対にね、こう適切なフォームっていうのはきっとあるはずなんですよね。それが仕事だったり、まあ、能力とかパフォーマンスとかをね一番発揮できる、フォームというものがあると僕は思っているんですけども、その、プログラミングで言うとどういうフォームが一番最適かなというところですと、僕はねやっぱたどり着いた結論はこちらなんですね。デュアルモニターのデスクトップスタイル、これがやっぱり一番最適なフォームな、プログラミングの最適なフォームなんじゃないのかなと思っています。もちろんねこれは主観でもあるし、完全なね個人の見解ではあるんですけども、まあ、僕もエンジニアとして、15年ぐらいやっていまして、まあ、これがねやっぱり、一番楽だったかなっていう、一番効率が良かったかなっていう気は、してますので、まあ、何かの参考にはなるかなと思います。でなんでこのフォームがいいのかなと、フォームというかまあスタイルですね、このスタイルがいいのかと言いますといろいろありまして、まずですねデスクトップで、コードが広く見渡せるっていうところですね。やっぱりここのノート PC だけですとどうしてもちっちゃい画面でちまちまやってしまうものだったと思うんですけども、それをね1個何か、僕はちょっとデュアルで2枚用意してるんですけど、もう1枚でもいいんで、とにかく外付けの、モニター、これを用意して、コードを見渡すと、その方がね圧倒的に、可読性も高いですし、やっぱり目も疲れにくいと思いますので、まあ、長時間ね作業するんだったらもう外部モニターが、ベストなんじゃないのかなと思います。でこういうデスクトップスタイルでしたら、こういう風にね、自分の好きなキーボードも選べますし、やっぱりノート PC の方だとこの場合は、Surface Pro の場合はタイプカバーですけど、ちっちゃなキーボードでですねこういう風に肩が狭まりながらカチャ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 やるよりはですね、ダイナミックに外付けキーボードで操作した方がやっぱ早いかな、効率的かなっていう気もします。あとね、ノート PC で単体でやるよりはやっぱこういう風に、デュアルモニター化してしまった方が、まあ、1枚とねノート PC だけでも、これだけでもこういう風に画面移動が簡単にできてしまうので、まあ、その分ね効率的にここもできるかなっていうところですよね。まあ、というわけで、僕のたどり着いた結論としてはやっぱりこのデスクトップスタイル、プログラミングにはこのデスクトップスタイルが
一番いいんですけども、まあ、だからといって、デスクトップだといろいろね持ち運びが大変だったりとかして、そういうデメリットも持っていたり、まあ、今の時代このノート PC もねすごい CPU がパワフルなのでノート PC をこのデスクトップ化するスタイルが一番僕はいいかなと思ってます、まあ、じゃあ普通のノート PC でいいじゃんって思われがちなんですけど、なぜそこで Surface Pro がまた優位になるのかというところを、ちょっと説明していきます。はい、まず理由その1としましては、こちら Surface Pro 7ねキーボードが外せるから、これ自身が最適なねセカンドモニターサードモニターになる、配置できるっていうところなんですよ。これがねよくってキーボードが外せる分ですね、ここのスペースが、完全にすっきりするんですね。地味なことじゃんって思いがちではあるんですけど、これはね、この PC 業務をやる身としてはね行き来できるっていうのは結構重要なことなんですね。で例えばこれが、まあ、MacBook Pro なんかで、まあ、普通のノート PC ですよね。普通のノート PC だと、まあ、デスクトップ化してもですねこういう風にがっつりこのフットスペースというかこうねスペース取っちゃうんでみたいな感じで、僕はやっぱねこれ邪魔だなって思うんですよこのスタイルは。でそこが Surface Pro 7だったらいい感じのスペースやっぱできるのでいい、もうこれがまあやっぱり第一の理由として、挙げられますね。しかもこれが最高のサブモニターにもなるっていう、よくないですかね。ここにだから、うん、まあ僕の場合だったら Google Analytics とか、まあ、常時表示しておきたいウィンドウとかをここに結構置いたりしてますね、配置してますね。はい、続いて第二の理由としましては、やっぱりねこの Surface Pro 7の Core i5 モデルの特徴でもあるファンレスであることっていうところですね。ファンレスなので本当に全く無音なんですよ。これによって、集中力がね邪魔されないというところが結構いいメリットかなと思います。チャンネル見ていただいている方はね再三こうファンレスであることを言ってるので、もういいよってちょっとお腹いっぱいだよって思うかもしれないんですけど、やっぱこのポイントはねちょっと伝えておきたいので、はい、でこうやって、まあ、このようにですねマイクに、最大限に、近づけてもですね全く音がしないんですね。なぜならファンレスだからというところで、全く音がしない分本当に邪魔されないっていうのが Surface Pro 7の選ぶべきポイントなんですよね。プログラミングと合う、理由のその2でした。はい、第3の理由としましてはタブレットモードになるので、ソースコードをですねまるで本を読むかのように読むことができるっていうところですね。まあ、僕の使ってる椅子がですね、まあ、ゲーミングチェアなんで結構リクライニングができるんですけども、こんな感じでですね、ソースコードをタブレットモードで結構読んだりしてます。これ何がいいかっていうと、普通のノート PC ではね、こういうことがちょっとなかなかできないと思うんですけど、まあ、さっきまで、そっちのデスクトップでですね、編集していたソースコードをそのままタブレットモードで、ここでまた読むことができるんですね。結局、プログラミングってですねコーディングだけがね多いわけではなくて、結構ソースコードを読んだりして、どういう風になってんのかなみたいな感じで、結構読むこともね結構多いんですよ。でその時に本を読むかのようにですね自分の書いたコードとか読んでいるとですね結構コード感がすごいついてきたりするので、これはね、Surface Pro にしかできないことだなって僕は結構思ってるんですよ。デスクでちょっと疲れてきたら、まあ、ちょっと落ち着いたねカフェとかで、なんかこのソースコードをで読書すると、まあ、そういう新しいね読書スタイルもねできるっていうところですね。はい、続いての理由、第4の理由としてはこちらですね、まあ、Surface Pro 7ね、これ一つでプログラミングに限ってはですけど、メインマシンとなり得るですねスペックを持ち合わせているんですね。この Core i5 モデルでしたら CPU がねコア数4つでハイパースレッディングついて、計8つ、8個のですね CPU が使えたりだとかしますので、結構スペック的にはまあ数年前の一般的なデスクトップ PC とほぼ同等のですね、性能を持ち合わせているわけですね。だから、これ1台で、まあ、こういうふうにデスクトップ化して、プログラミングぐらいだったら、できてしまうっていうところがあるので、僕はSurface Pro こうやって使ってるわけですね。
僕もね、一昔前まではでっかいあのタワー PC 使ってたりしたんですけど、もうこれだけね、結局プログラミングってテキスト編集だったりするので、こんぐらいの能力があれば、十分かなっていう気はしてます。あとまあ、地味にですね、 Surface Pro 5から Surface Pro 7にかけて、まあ、ストレージの、ね、速度も、ね、だいぶ、ね、向上してるんですよね。あの Surface Pro 7って PCIe 接続っていうものでして、ストレージ速度めちゃくちゃ速いんですよ。だからそのストレージ速度が速ければ速いほどですね、ファイルの読み書きは速くなりますので、それだけで結構サクサク、体感的にはサクサクした、挙動を得られるっていう感じなんですよね。 CPU が、良いっていうところもあるし、ストレージも速いっていうところもありますので、そもそもの、スペックがね結構高いんですよね。タブレットだからといって、結構バカにできないスペックとなってます。はい、続いての、第5の、理由としましては、これはノート PC 全体には言えることではあるんですけども、ノート PC をですね、というふうなプログラミング用 PC として使っておけばですね、停電になったとしても、ノート PC の電源は生き続けるというところが挙げられます。ちょっと実演してみましょう。じゃあ今からちょっと、停電になった手でちょっとやってみたいと思います。はい、ではですね、ちょっと電気消しまして、うわ停電だ、なんか茶番みたいな感じですけど、はい、こういうふうにですね、まあ急な停電になったとしても、まあ、ノート PC だったらこんなほとんど見えないなこれ、ノート PC でしたらですね、そもそもバッテリーを積んでるものですので、まあ、こんな感じで電源はずっと生き続けるという、ことができます。まあ、もちろんね、デスクトップにもあの UPS っていう無停電電源装置みたいなのはあるんですけども、結局ね別途2万円ぐらいとかしますし、まあ、あれもね、確か数分とか、まあ、数十分とかそんなぐらいしか持たないので、まあ、急にねバタバタこのファイル整理したりとかっていうのもやっぱ難しいと思うので、まあ、そもそもこのバッテリーをね積んでいるノート PC のメリットっていうところでもあるかと思います。はい、あと、第6の理由としては平常性ですね。 Surface Pro 7ね、このチャンネル何回も言ってるんですけど、タイプカバーつけて、約1キロ、まあ、1080g ですので、とにかくめちゃくちゃ軽いです。で、僕なんかは、結構この自宅とですねコワーキングスペースを行き来したりして、仕事したりしてるので、軽さってね結構重要なんですよ。このね、約1キロの重さは本当にカバンに入れてもね、軽いところですので、やっぱ軽ければ軽い PC のほどいいかなっていうところですね。デスクトップをね、持ち運ぶなんてことはできないと思うんですけど、ノート PC はこれができますからね。 MacBook Pro なんかは 1.4kg あるので、まあ、ちょっとね、ずっしりしていきます。まあ、まだ許容範囲かなっていうところではありますね。あと僕の方で最近買いました Surface Book 3ですね。これなんかは 13.5 インチ液晶なんですけど 1.6 キロあるんで、まあ持ち運びにはもうなんか嫌だなっていう重さですね。なので結構やっぱ軽ければ軽いほどねいいんですよ。ノート PC なんてのはパワフルでありつつ、軽さも両立すると、そんなノート PC がやっぱ最高ですよね。はい、7つ目の理由としては、価格ですね。この Surface Pro 7ですね、他のメーカーの、競合製品、同じような、タブレットにもなるですね、PC っていうクラスでね考えますと結構ねリーズナブルなんですよ実は。で、まあ、こういうね価格表をちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、こんな感じでですね、実は他メーカーの、PC と比べてもそんなにあまり変わらないかな、むしろちょっとリーズナブルだったりするんですよね。で、 Surface Pro 7って、まあ結局ね、仕事で使うことになる、オフィスもついて、でそこそこ軽くて、で液晶は、超綺麗、これはもう高解像度ですね、 200% のスケーリングができるので高解像度でもありますし、シーカーもファンレス、ファンレスはね、他にはなかなかないんですよね。もちろん、タッチパネルも、液晶、バッテリー時間はですね、他のメーカーと比べると、ちょっと短いっていう感じはしますね。まあ、ただそこは僕みたいにですね、さっきデスクトップスタイルにしてしまえばバッテリーってほとんど関係ないなっていうふうに思ってまして、まあ、そういうのもあって、僕に関して言うと、そこがビタッと、ハマってくれたっていう感じですかね、このプログラミング用の PC にっていうところです。はい、で、あと、まあ、せっかくなんで、デメリットもね紹介しておきます。まあ、メリットだけではないんですね。さあ、Surface Pro 7ね、スペックアップ時の、価格差はちょっと大きいんですよね。開発マシンとする場合はですね、
僕はやっぱりできればメモリは16ギガ載せたい派なんですけども、なんでかっていうと開発してるとたくさん調べ物をやっぱりするので、ブラウザのタブをめちゃくちゃ開くんですね。そうなってくるとたくさんタブ開くとですね、結構重くなってきてしまって、メモリのね量がすごい関係してくるんですよ。16ギガだったら結構ねサクサクたくさんタブを開いていってもサクサク快適に動作できるんで、メモリは16ギガにしておきたいところなんですけど、ドン、この表をちょっと見てもらいたいんですけど、これはですねスペック別のその価格差なんですね。で一番売れ筋の Core i5-8GB メモリ、256GB ストレージが、15万3780円で、ここからですねメモリを 16GB にしちゃうと、これ39,600円、約4万円のアップなんですよね。約4万円高っこれはねメモリ 8GB を 16GB にしただけでプラス4万円ってのはちょっとひどいなって思いますよね。昔 MacBook Pro も8GB から 16GB にスペックアップできたんですけど、まあ、今は全部 16GB に、なってますね。なんですけどその 8GB から 16GB になった時の価格差は、大体確か2万円ぐらいだったんですよ。 Mac でねちょっと高いと言われている Mac ですらその2万円で済んでるはずなのに、なぜか Surface Pro 7はメモリを 8GB にから 16GB にすると4万円と。ちょっとねそこは2万円でいいじゃんって思いますけどね。まあ、実際に市場価格のメモリとかの価格見たらもっと安くいけんじゃねえのって僕は思うんですけど、これをねやっぱちょっともうちょっと 16GB メモリを手に入りやすい価格にしてほしいですよね。そこが、ちょっと残念ポイントですね。はい、Surface Pro 7とですね、プログラミングの相性がいい、わけという内容で今日はお送りしました。はい、まとめとしましては、このようにですね、デュアルディスプレイで、活用できますし、デスクの上はすっきりしますし、かつねファンレスで音も発しないという、なので集中力も上がると。で意外と他の PC と比べてリーズナブルっていうような PC ということが分かりました。で、まあ僕の経験則としてはですね、そんな風に何をやるかにもよるだと思うんですけども、まあ、僕だったらプログラミングに、適した PC ということで Surface Pro 7をですねこう選んでますけども、やっぱそういう適した PC を選んでおけばですね、それが地理積もりになっていってより良い効率化を図れて、最終的には自分へのですねプログラミング技術として、数年後にこう返ってくると、イコール報酬とかですね給与とか、そういうところにもお金としても跳ね返ってくるんじゃないのかなと、僕としては、そういう思いでいつもやってますね。なので、適切なプログラミングと相性のいい PC を選ぶというような結論になってます。はい、本日の内容は、以上になりますね。はい、サーフェスファンチャンネルでは、こんな感じでサーフェス製品に関するレビュー動画など、中心にですね、取り扱っております。チャンネル登録していただけると、サーフェスに関するお役立ち情報がお届けできるかと思います。それでは以上になります。バイバーイ。